大島俊明です。マグロのお刺身あるいはエビ、これが綺麗な鮮やかな色、赤色を保っているとつい箸を伸ばしたくなりますね。で、一方黒っぽくなった刺身はあまり食べたいと思わない。で、なぜそういうふうに黒くなってまずそうに見えてくるのか。で、これが色が変わらなくてそのまま食べられれば我々消費者も嬉しいし、売る側も値段を下げないで売ることができるでしょう。餌の中にキノコから抽出したものをこう加えてですね、でそうなると非常に色が変わりにくくなる。単に国内の食卓だけではなくて日持ちできるようになりますので、ある程度日数をかけて外国の市場に出荷することが可能になる。我々の普段の生活に還元できるような成果として出てきている。研究の面白さというのはですね、絶対こんなことがありえないという瞬間に巡り合った時で、それがしかも正しかった時、これはもう病みつきになります。ある晩それまでの研究の常識からすると絶対出てはいけないような成分がポンとこう出てきたんですね。で、その瞬間私小躍りしました。夜中の2時頃ですね、実験室 で実験に割く時間が長ければ長いほど成果がそれについてくると、私固く信じたんです。それは単に結果を求めたいだけではなくて、その結果を求めた、やったっていう瞬間を学生さんに味わってもらいたい。私の方からこうやりなさい、ああやりなさいということは決して言わないようにしています。学生さんが自分の考えで私に投げ返してくるというところでディスカッションが始まるわけですね。若い世代の考え方を尊重した上で新しいアイデアを作っていく。もう自分自身はもう十分いい経験を積んできました。で、同じようないい思いを次のジェネレーションができるようにですね、そういう環境づくりに時間を割いていければいいなと。